どうも影げやんです今日はですねなぜか、えー、気になることはやってみるということについてお話しさせていただきたいと思いますこうなんかねこう理由はわからへんけどなんか気になるお店があるなと思ったりとかですね、えー、こう何かこのどういうんですかねその,その場所に で多分何もそこで得られるものはないかもしれんけど一応行ってみようかなとかねそういうことをこう思うことがあるかもしれませんというか僕がちょっとあったことでいろいろねいろいろそういう,こう経験があるんですけどもあのまあ、例えば一つ言うとですねそのそんな大きいことではないんですけどもその。 自分の中でそのこれからこう生活をしていく上でそのプラスになることの出会いというかそういうもんがあったということなんですけどもえある本を探しにですね図書館に行こうということででもちょっと図書館多分置いてへんやろうなと思ってでも一応行ってみよう何かまあ行ってみようかって言って図書館に向かったんですよね。図書館ににに向かう途中にですねえ気になるお店があったんですです えー、その気になるお店寄ろうかなと思ったんですけども、ま、だ図書館が目的図書館に行って本を探すことが僕の見探したい本を、えー、見に行くことが目的だったんで図書館にもそのまま向かったんですね。で図書館に向かって図書館に行ったらその本はなかったんです。図書館に行ったけども本はなかったで仕方もないんでねほんでもう家へ帰るんですけどもその生き死に通って。 た時に気になっていたお店があったんで、えー、寄ってみたんですねまあ当初本がなかってまあまあほなあの店寄ってみようかって寄ったんですそしたらその、えー、お店はお弁当屋さんやったんですけどもその入るまでわからなかったんですねあのまあたぶ食品のそういう食べ物の関係のお店やっていうのは分 分かったんですよね。でもその中入るまでお弁当屋さんっていうのはしっかりと分かってなかったんですけどもで小さいお店やったんですけども入ったんですよねで入ったらいらっしゃいませ言われて小さいお店なんで僕一人一人やったんであのお弁当もうほらもう買わざるをえんというかなんか買いますよねそうなると。でえその弁当を選んでまあ家族分3つ分買ったんですね。で 家帰ってそしたらむっちゃくちゃうまくてほいで、あのー、ちょっとネットで見たりしたらその体のこと栄養バランスがすごくいい弁当でその無添加というかその。 えと赤ちゃんとかが赤ちゃんというか小さい子供が食べても大丈夫なようなお店のお弁当やったんですね。そのでそういうのもそ,のそういうのを推奨されているお弁当屋さんとして認められているお弁当屋さんやったんですねたまたまなんですけどそれはネットでなんかネットというかほの,の人からもその話をしたらそういうことをお聞きしたことがあってっていうことでですねそのあのでそれから僕はファンそのお店のファンになってこう定期的に通ってると。 でそのお弁当をおいしく頂い,いているという状態なんですね。一つ言う今言ってるのはこの1つこういうことがあってほんでこれをです、ね、あの図書館に、えー、その自分の探してる本が、えー、多分ないだろうな多分ないだろうけども、えー、行ってみようと思って行ってみたんですよね。 そのことによってそのお弁当屋さん僕がずーっとこう買い続けることになるお弁当屋さんと出会うことができたんですね。ということはですねその図書館に本があるかないかっていうのは別に関係ないですよね。僕のほんまのその時の目的は本があるかなと思って行ってる多分ないやろうなと思ってるけど行った。らその お弁当屋さんの存在をね、知るのがもうちょっと遅くなるとかいうそれから気にならない状態になってたとかいろいろあると思うんですけどもでその時はその図書館行くことによってそれを知って何か気になってで行ってみたと。 いうことで、えー、そういうお弁当屋さんと出会うことができて、えー、ずっと美味しいお弁当、えー、栄養のあるお弁当を食べることができている今状態になっているということですよねほんでね、えー、そなん偶然やとたまたまやとたまたまそうなってたんやと、うん、という意見もあると思うんですよねでそれでいいんですよで世の中というかこの世界というかその偶然と必然 がありますよねこれで必然があって偶然がある偶然があって必然があるこれが大体いい 50%50% ぐらいこの必然っていうのは僕が図書館に行くっていうのが必然やと偶然っていうのはその、えー、店を見るっていうことなんですけどそういうのが半々であるんですよねほんでその必然があって偶然があるだからそういうことをこうやっていって偶然を見つけた時にしっかりそれをこう気になったらね動いてみるっていうことですよね。 で動いてみることによってなんか自分がこう何かを得られることがあるっていうでそれはねあの僕がよく感じるのはその家の中にいててあのそういう偶然をこう,どう得られるという状態もあるんですけども何かね移動するこう動くことによってなんかあの何か違うことを運んできてくれるようなこう状態になるというかえそういうことをこう経験することがね えー、他にもねねこうあるんですな、ね、ぜかその人物友達というか知り合いというかその人のことが気になってですねその人に会いに行くとそれでその,その会いに行くことによってこう違う偶然の、えー、出会いがあったりとかですね、えー、違うその気づきをもらえたりとかねそういうことが結構あるんですよね。だから結構その なんんかかこう理由わらへんと、えー、まあ意味わからんけどなんか気になるなとかなんか無理やろなと思ってもちょっとこう行ってみようかなって思った時は違うなんかがある可能性があるんですね。でそれをね行ってその目的自分の必然とした目的が達せられなかった時に何か違うなんかがあるんじゃないかと偶然があるんじゃないかとちょっとこう意識してみるとですね結構なんかこうあったりするんですよね。 でそういういことがあるんで、あのなぜかねその気になることがあったらちょっと行ってみると動いてみるといいんじゃないかなというふうな僕は経験上そういうことがあるということをちょっとお話しさせていただきました。ということで今日は、えー、なぜか気になることはやってみるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます